はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。さあやってまいりましたね。今回は20から、なんとリマちゃんのダンス解説でございます。やったやったやった。こちらもリクエストを多数いただいておりましてですね、なんといっても本当にダンスが うまいというところで、パクジニョン先生もそのダンスの上達具合みたいなところをすごく驚かれていたじゃないですか。でやっぱりその回を重ねるごとにダンスのパフォーマンスがどんどん生き生きしていくっていうところで、リマちゃんの中でのその一個は心の何ですかね、あそういうことかみたいなひらめきみたいなものがダンスのそのパフォーマンスに直結してるんじゃないかなっていうのがあって、すごく勢いがあって潔の良いダンスだなっていう印象があります。でやっぱりそのリズム感ですね、ラッパーっていうところもあるので、リズムを取るところについては多分ね人一倍やっぱスキル高いんじゃないかなっていうのも思って、乱れないですね踊ってる時に全くっていうところと、あとはなんといってもその表情、天真爛漫な表情っていうところをね、見ていければなというふうに思います。まず一番最初いきましょう。12秒ですね。迫力の秘訣というところで、リマちゃんってその背はそこまで高い方ではないと思うんですけれども、ダンスに迫力があるんですよね。そこがなぜかというところをね、見ていきたいと思います。レッツラゴーというところでございまして、今のところここ手を振りながら上向いて下向くっていうこの動きがあるじゃないですか。この時の上から下に向く時にこの動きだけじゃなくて、この頭のてっぺん、おでこから若干グッっていう風に下に入れていくような動きがあったの分かりますかね。ちょっとこれ分かりにくいんですけど、ここ上向いてますね。この後に首をちょっと後ろに持っていって、前におでこの方から下げに行くっていうところなんですよ。ここが一個こういう動きになってくるので、こうじゃなくてこうなんですねっていう風に、ちょっとね、起伏を持たせるっていうんですか、動きに起伏を持たせていくっていうところが、とりわけこの首の回し方だったりとか腰とか肩っていうところの関節の部分で多いんじゃないかなっていう風に思って、これがあるのでダイナミックにより見えていくっていうところなんじゃないかなっていうのがあります。これねさすがだなと思って、結構関節の使い方がねリマちゃんねうまいんですよ。そこら辺ですね。でからのですね、14秒全身の使い方ということで、この後です。見ていきましょう。というところでございまして、むちゃくちゃお上手じゃないですか。ここのダンスダイナミックですし、止めとかキレっていうものもありますしっていうところで、これを紐解いていきますと、ここの笑顔です。まずなんと言っても笑顔が素晴らしい。出てくる時の一発目っていうところもあって、掴みがバッチリですね。で、この後、ここの左手パンチグーンって持ってくるところも、しっかりと体を入れながら持ってきてます。この後、上を手2回ポンポンって持ってくんですけど、顔の表情と一緒に持ってって最終的に顎を下に下げていくっていうところで指が下に来ますよね。この手の動きと顔の動きの連動性っていうところも素晴らしくて、上がってきた時のこの伸びで、この時のつま先もパーフェクトですね。で、この指が下がってくるところに対して顔もゆっくり下げてっていくのと、膝もしっかり落としながら下げていくっていうところがあって、全身でここ落ちていくっていう。で、最後のポーズまでパーフェクトっていう風になっているんですね。すごいです。全身使った時のその、あらゆる関節の使い方、腰とか背中とかっていうところがめちゃくちゃお上手だなっていうポイントがまさにこちらでございますと。からのですね、31秒参りましょう。高低差のサプライズということでね、ここ、リマちゃんってやっぱね、上と下の使い方が素晴らしいんですよ。高いところしっかり高く取れるし、低いところはめちゃくちゃ低いと。というところでございまして、ここなんですけど、ゆっくり見ていただくと、ここグッと一回ね腰を下に入れてから回していくっていうところの腰のロールを使って、この後にここから下にグッと下がります。顎引いてます。この状態膝も結構低いんですよ。ここから上がった時に表情をしっかりと上まで持ってって上に伸びるっていう、ここですね、この高低差からの下がるときはここまで下がっていくっていうところ、下から上行って
って下行くっていうこの動作にすごくメリハリがあって、しかも分かりやすいっていうところです。顔がついてくるので、ここよりも顔も一緒につくから、よりにああおっていう風に見えるっていうところなんですね。もうナチュラルでね、ここら辺全部できちゃってるんだろうなっていうのがあって素晴らしいです。からのですね、柔らかい関節ということで、40秒、踊ってる時に結構大切なのが関節の柔らかさでございまして、僕ね硬い方なんで、すごくああ羨ましいなって思うところはこちらです、というところでございまして、ここちょっと早いんですけれども、肩、リマちゃんの肩見ていただきたくて、ここの高さわかりますかね、ここの高さ、この高さです。多分ジャケットを着てるから、ここの肩がしっかりしてるっていうのもあるかもしれないんですけれども、とはいえ肩のこれ入れた時の角度が結構耳の位置に近いんですよ。これをスンスンスンっていう風に取れちゃう。これで僕結構今頑張って入れるとこれぐらいなんですけど、結構すんなりスコンって取れちゃうのがリマちゃんです。で、他のダンスとかも見ててわかるんですけど、それこそ、二次プロジェクトの時からのダンス見てて思ったんですけど、関節、腰と、あと肩、首周りが、すごく柔らかい。手首も柔らかいっていうところがあって、パフォーマンスが、一個、こう入れた時の大きさっていうところの伝え方がね、やっぱり、ね、違うんですよ。情報量の多さがやっぱ違うっていうところがあって。いや、これね、でっかいですよ。ダンス踊っていく上で結構大事っていうところがありますと。で、からのですね、サビの華やかさと53秒、この後見ていきましょう。というところで、遠くにいるんですけど、まこちゃんとね、同じラインにいらっしゃいますけども、笑顔がこの距離なんですけども、しっかり見えてくるよねっていうところで、その音って、踊ってる時の表情ですね、がすごくやっぱり華やかなので、遠目からでもわかるよねっていう笑顔、そしてその伝わってくる楽しいっていうところ、これがね非常に素晴らしいなっていうところでございますね。今のところもズンって出す時に体ごと前に行くんですけど、ちょっと顎上げるんですよ。だったらたたたら、だったらたたた、曲調に踊るときにちょっと顎上げてっていう風に僕言ったんですけど、リマちゃんのこのポイント見て、あ、顎上げるの結構大切だなって思ったところなんですねっていうのを、結構僕もお手本にさせていただいたところでもあるんですけども、ここら辺もです、すごくうまいです。グーン、キュッキュッていう風にやるときに顎を引くっていうところで、また出すときにえいっていう風に持っていくときに、顔ごと顎ごと一緒に持っていくっていう、この使い方が本当にねお上手でございます。1分の笑顔も見ていきましょうか。この後なんですけれども、この笑顔でございます。もうなんかねすごいです。至るところで本当に綺麗な笑顔が出てくるっていうところで、見ていてなんかねひたすらハッピーっていうところが、リマちゃんのこの魅力の一つなのかなっていうのはすごく感じます。楽しんでる、現場を楽しむこのメンタリティってすごいなと思って、あの二次プロジェクトの時にも、あ、そうか、楽しんじゃえばいいんだみたいな、あのスコーンってこう一個抜けちゃうサバッとした感じ合いますよね。こういうところでね、やっぱ出てきてる。とりわけ緊張感というものを感じさせない、このリラックスしたナチュラルな自然体なリマちゃんってね、すごいなっていう風に思いますね。ちょっと大物感がありますよと。で、からのですね、すぐに帰ってこれるリマちゃん、1分5秒ですね。今ここにいらっしゃるんですけれども、一番端っこまで来ます。対角線上にいるのがまこちゃんですね。まこちゃんと結構親身になりがちっていうところあるんですけど、ここからスーッと帰ってこれるというところで、このリマちゃんでございます。ここね、移動結構大変ですよ。これここから行きます。 1,2,3,4 っていう風に3歩でここまで戻ってくる。でもここはやらなきゃいけないっていうところで、移動距離ね、リマちゃん見ていただくと、まあリマちゃん以外ですね、皆さんもそうなんですけども、基本的にね結構な移動があります。結構な動線距離があるっていうところを、皆さんさーっとやってのけてるっていうところで、リマちゃんがとりわけ今ねすごかったポイントがここです。3歩でここまで戻ってくるっていうところのこの構成もすごいですよねと、からの1分16秒、瞳のその先というところですね、見ていきたいと思います。ここです。
で、リマちゃんのもう一個のポイントって、その表情変化がすごく、豊かだなっていうところがあるんですけれども、この動いてる黒目の、移動距離ですね。もうこれも結構僕見ちゃうんですけど、どこら辺までその視覚、視点を自分の中で動かしながら見てるのかっていうところも、結構その表情に大きく関わってくるところなんですけど、リマちゃんってね、結構遠く見たりとか、すごい下見たりとかっていうところが多いんですよ。っていうのもあって、もちろんカメラ目線もしっかりと撮れますし、パッて見た時にキュッキラッっていうところが出せるっていうね、これまた天性のものなんでしょうね。楽しんでるからこそすごく縦横無尽に動かせるっていうところがあるのかなと。で、からのですね、ここ素敵ポイント1分23秒この後ですね、ここです。首の使い方めちゃくちゃうまいなって思ってるところでここです。上げてこの時の表情、下げての表情、素晴らしいんですよ。なんかね、表情管理めちゃくちゃナチュラルにパーフェクトな位置を取れちゃってるっていうところで、ここ本当に何でもないワンポイントなんですけど、こういうところがね、めちゃくちゃうまいなっていう風に僕の中ではうわ素敵だなっていう風に結構思いました。からの1分28秒ですね、低さとこの後この低さです。ガーンって低いところを取った時にここまで膝を落としてこの低さを取れるっていうところがリマちゃんです。先ほど言ったその高低差、上への意識っていうのもすごい高いですし、下っていう風に取った時のこの低さですね、この低さですというところで、ダンスがダイナミックに、身長がめちゃめちゃ高いわけではないですけれども、ダイナミックに見えるっていうところは、下低いところを意識してしっかり低く取れるからっていうところがございますね。もう本当に素晴らしいですよ。からの34秒の首の軌道とこの後かな、もう素晴らしい。一瞬でございますけれども、ここからこの入り方ですね。膝を落としながら右側向きます。で、この後の左側向く時の軌道も素晴らしくて、ここから耳から入っていってこっち向くっていう、このナチュラルな軌道、めちゃくちゃうまい、首の使い方うまい、アイズワンのチノちゃんとかそうなんですけど、こういう感じなんですよ。グングンっていう、ここから膝を使いながらもう一個深く入れるっていうところで、ここに対してここの上下の動きもつけていくっていうところ、これがねススッと取れちゃうっていうところが素晴らしい。これね、パーセンテージ100に戻すとこれだけなんです。この一瞬なんでございますけれども、すごくクオリティが高いと。からの1分49秒ですね、これ優勝ということで、素晴らしいポイント。優勝でございます。というところで、もうだからここですよね、こう来てキュンっていう風にここの右目でパチンができるっていう、このウィンクができる、素晴らしい。これがあるからこそね、メイクがハッピーっていうところなのかなっていう、結構皆さんの中でも印象深いんじゃないかなっていうところですね。ここの表情も素晴らしいですからね。うわ、音がするかしないかのウィンクってところですよね。パチーンって聞こえるか聞こえないか。からの2分28秒ですね、角度絶妙というところで、この後見ていきましょう。というところでございまして、ここめちゃくちゃ早いんですけれども、ダンスブレイクのところでここのところのこの首の角度ですね、右足踏み込んだ時に出てくるこの右手右足に対してこの角度取れるのがパーフェクト。で、ここの首の位置キープして、で、この低い姿勢取った時のここですね、肩に口元隠すんですよね。で、ここ乗る時に右肩グンって持ってきた時に首も一緒にちょっと入れて、アクセント強めに撮るんですけど、目線全部カメラさんに置いとくっていう、これもハイスキル。で、からの自分のラップパートに入っていくと、ここのね、角度、傾斜角もめちゃくちゃうまい、顎の引き方パーフェクトすぎる、びっくりするぐらいパーフェクトなんですよ。あー、そうか、やっぱラップっていうところなのかな。今歌いながらの首の動かし方すごくやっぱ上手いじゃないですか、っていうところがナチュラルに取れてるのかもしれない、もしかしたらば。 I
えげつないぐらい早いんですよね。すごいっすよ、本当に。で、ここでガンガンに踊った後に自分のラップパートっていうね。うんま、ラップうんまっていうところで、ここでラップの凄さにも驚かされるっていう、ダンスでここまでギャーってなって、ラップでここまでガーってなるっていうね。いや、てんやわんやとね、からの天真爛漫49秒。ここの笑顔も素晴らしいと、本当に素晴らしい。55秒ですね、表情変化と、この笑顔からこの表情に変わるんですよね。うまいです。1個ターン持ってった後のこの表情変化、うわ素晴らしいと。最後の方も見ていきましょう。めちゃくちゃうまいっす。めちゃくちゃうまい。すごいなっていうふうに思います。ダンススキルっていうところももちろんそうなんですけど、その、やっぱりアイドルの方っていうところも、歌って踊る、そしてエンターテインメントっていうところの枠組みもっと広いんですね。ダンスっていうところからもっと広い、視野で見た時のこのリマちゃんのスキル、底力みたいなところが本当に、本当にびっくりするぐらいすごいですね。ジェイ・パークさんがあそこまで大先生が、もうべらぼうに褒めてたっていうところの意味がね、本当にわかりました。これはすごいわっていう風に、ちょっと思っちゃいますね。そのぐらいやっぱり見てる人を幸せにするっていう、アイドルの方たちだからこそできるこういうパフォーマンスっていうところかなと。で、やっぱ動きのキレ一つ一つとってもスピードコントロール素晴らしいんですよね。で、リズム感も今でさりげなく見ていただいたと思うんですけど、全く違和感がないんですよ。あれだけ早振り踊ってるのに、全部追いついてるっていうところ、ジャストの音で取り続けるっていうところもすごいですし、あと首の可動域、肩の可動域、腰の可動域で低いところをめちゃくちゃ低く取れるっていうところですね。しっかり膝を落とすっていうところで、まあ、体の強さみたいなところもあると思います。鍛えてると思うのでしっかりっていうところも含めてパーフェクト。どんなダンスでも踊れる方だなっていうところ。めちゃめちゃヒップホップなダンスもいけるし、ハッピーなアップテンポの曲もいけるしっていうところで、逆にねちょっとこうコンテっぽいちょっと美しい系とか、TWICE の先輩がただやってるようなちょっとキレキレのねガールズヒップホップな感じのダンスとかもすごくすごくいいと思いますし、もうね無限の可能性があると思ってます。超楽しみにしてますというところでね、解説になります。リクエストや質問がありましたら明日の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ、つらい。